ない時、どうしますか友達にお金を借ります。お金がない時、どうしますか銀行へ行きます。暇な時、何をしますか漫画を読みます。暇な時。 何をしますか日本語を勉強します。風邪をひいたときどうしますかんー薬を飲みます。風邪をひいたときどうしますかんー早めに寝ます。うちへ帰るとき 何を買いますかうちへ帰るとき、ケーキを買います。うちへ帰るとき、何を買いますか何も買いません。うちへ帰ったとき、何と言いますかただいまーと言います。 うちへ帰ったとき何と言いますか何も言いません。日本へ来たとき何をしましたか桜を見ました。日本へ来たとき何をしましたか富士山に登りました。 教室で眠いときどうしますか顔を洗います。教室で眠いときどうしますか寝ます。<laughs> 寂しいときどうしますかうーんたくさん食べます。 寂しいときどうしますかんーたくさん寝ます。暑いときどうしますかクーラーをつけます。暑いときどうしますか扇風機をつけます。 日本語がわかると楽しいですかはい、楽しいです。日本語がかかると、しいですかあまり楽しくないです。難しい本を読むと眠くなりますかはい、眠くなります。 難しい本を読むと眠くなりますかいいえ、眠くなりません。勉強すると疲れますかはい、とても疲れます。勉強すると疲れますかいいえ、あまり。 疲れません。